女子大阪府近南海高等学校。さあ女子団体注目校が登場です。大阪代表近南海高校、2017年のインターハイの優勝校がここで登場します。なんといっても近南海は視野外、手以外、はい、もう手に持ってる時間がすごく短いチームです。なるほど。そのあたりに注目してください。はい、さあ2分半の演技がスタート。足で後方に投げ上げました、はい、また前方から飛んできたもの、足で蹴り上げますよね。このあたりも加点になるわけですね。はい、足でキャッチしました。同時投げ成功。足投げの交換、移動がありません。これもバッチリ決まっています。足で弾き返してよく取りました。難しいことをすればするだけ、はい、やはりリスクも伴ってきます、飛んで外に飛んでいってしまう可能性も出てくるわけですね、はい、そこを2分30秒こらえきれるかが、メダルの色に変わってくるのではないかなと思いますね、まあ、それだけ高得点を狙った演技ということですね。はい、フープをフープで弾き返して投げ上げました。足でキャッチ、体で弾き返しながら足でのキャッチ、はい、いやこの辺りも難しい技なんですよね。はい、雑技団みたいですね。どんどん技が繰り出されます。交換は6メートルの距離を保って展開中に足投げの交換決まりました。前方の選手が、はい、足投げをしました。あ、足でキャッチをしましたね。中央の選手、近南海、いやー息をつく間もないそんな2分半でしたね。そうですね、手に持ってる時間が少ないといった意味が分かっていただけましたか、はい、もう本当に技が終わらないというようなそんな印象でした。